刻んでいこうぜ。毛穴から小籠包、久々の練習動画です。よお前陸上やってたの？実はやってた。やってるんだ。あ、そうなんだ。去年ぐらいからもう引退してたもんその認識で合ってるよ。合ってる、間違ってない、はい。まあ、前回の動画復帰練ですよみたいな感じで上がってまた復帰練かみたいな。復帰練に値すんの？あれは復帰練です。あれは復帰練です。復帰練からがっつりポイントに入るための今日は導入練みたいな。ポイントとほぼ変わんないんですけど、はいはい、今日やっていくのはビルドアップ層です。おー、うちのチャンネルでなんかあんまり聞かないワードですね。なぜ今日ビルドアップかと言いますと、日本一ビルドアップすげえ男を今日呼んでます。日本一って言ったな。えぐい人来るな今日。お前じゃあ、はい、えぐい人来る、はい、登場してもらいましょう、うん、武田さん、どうも。僕のチャンネルでは本当にいつも僕のチャンネルより出てます。ありがとうございます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分ですけど TKD プロジェクト初です。初なんです。確かにしれっと出演もないですもんね。しれっと出演あったっけ。じゃあちょっと吉木さん、酒本さんがどんなエグい人かちょっと軽く紹介して。陸上まず未経験、フルマラソン始めて何年目ですか、はい、今2013年から始めたんで10年。最初のフルマラソンのタイムが4時間半。4時間半、ちょっと詳しく教えてください。4時間30分。4時間30分でしたね。僕と7分差ですね。いやでもだってさ、陸上未経験の人がある程度まあ才能があるで、4時間半からスタートしました。これはもう十分すごいことなんですけど。あ、じゃあ俺すごい？いや、すごいんだよ、あなたも。すみません、僕すごいっすか？すごいっすよ。よし、全然話進む。あー、ごめん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 。そっからね、崎本さん自己流でこうやられてきて、現在フルマラソンの自己ベストが2時間25分。25分ですよ。お前20分差あるじゃん。これすごいことなんですよ。最近はトライアスロンにも挑戦されてる。年齢おいくつなんですか？僕42歳ですね、今。で、41の時に出しますね。まあまあ、そんな中で、崎本さんが一番こう伸びた練習というか、基礎基本になってた練習がジョギングからのビルドアップ走っていう認識であってますね。そうです。ジョギングからのビルドアップ走。おお。すごい練習嫌いで、仕事終わったらその後に走るのしんどいじゃないですか、はい、今までやってきてたでしょ。はい、そうですね。トレッドミルで40分ぐらい走る強度の高い練習ばっかりしてる。そこから一気にバーンとこう伸び始めた、結構思い出にありますね。まあそういった中で崎本さんと一緒にやるっていう動画なんですけども、崎本、うん、さんのビルドアップが結構やばくてラスト3キロとかどんぐらいで上がるんですか？中井ウィンドウっていう、はい、練習会があるんですよ、200人300人ぐらい集まる、まあ、日本で一番集まってるような15キロ走なんですけど、一番早いそのグループに入って3分45で10キロまず作って、はい、3分45からフリーで上げていくんですけど、僕の場合は3分45から30、3分25、3分22ぐらいまで上げて最後フィニッシュする。枯渇した状態で厳しい場面でどんだけ上げれるか、根性を振り絞りるんですね。聞くよりもやっぱ体感したらやばいですよね、それはね。タブ3目指す人、フルマラソンの自己ベスト目指す人、フルマラソン練習ってこう時間がかかるイメージなんですけど、今日の練習は短期集中型というか、うん、短時間でここまで心拍バーンって上げてステップアップしていくよっていう、まあ、一つの方法としてちょっと今日は見ていただけたらなと思います。ゆずきさんの真面目な練習動画があるのフルマラソン以来なんで半年ぶりです。マジっすか？はい、半年ぶりです。そうです。まあ、ただ今日はまあ崎本さんがいるということで、普段の僕の距離走の基盤のキロ4分から、まあ、どんぐらい粘れるかちょっとやってみようかなと、はい、今回やるのが10キロ、うんということで、はい、7キロまでキロ4分ペースで行って、はいはい、でラスト3キロフリーでビルドアップして崎本さんについていくっていう形になると思うんですけども、いけると思いますよ。いける顔してるもんね。いけますよ、いける顔してる。はい、いけます。いけるか。今日行くんです。汗だくなのに練習してるやつの顔もいるじゃねえ。トイレ悪いっつも何してんねん本当にお前マジで。大丈夫か？心配だ俺もちょっと。何食った今日の。キュウリの一本漬け。やばい。やばい。もう崎本さん怒ってくださいよ、もう言ってください。もう結果出てる人から言われないと。炭水化物食べてないの？食べてないです。これから食べようかなと。やばない。ミーティングですねこれは。ミーティングです。朝練の前に食べる。朝練ってお前十時やもん。もう一つちょっと僕からお知らせというかあるんですけど、吉木さん着てるのがなんと西の T シャツなんですよこれ。じゃじゃーん。西ってご存知ですか？わかります。陸上界のトップブランドじゃないですか。やっぱわかるんですね。めちゃくちゃわかりますよ。着てる方います？ランナー界ではちょっと少ない。レジェンド親父が着てるイメージ。ああ、レジェンド親父。はいはいはい。俺は危険でしか浮かばない。の学生が着てるイメージがあると思うんですけども、実はねこれはあの陸上競技の T シャツになってるんですけれども、最近ねランニングのウェアの方も結構出してきてるので、皆さんそちらもぜひチェックしてほしいなというところであるんですけども、スケスケやから通気性めっちゃ良さそうやね。どうですか吉木さん通気性。あの、はい、グーです。スケスケですよこれ。仕事だから仕事だから頑張れ。あ、本当に頑張れ、はい、あのかっこいいですね。よー、行きましょう、参りましょう。
ダッシュで行こうぜ。皆さんタンパク質は取りましょうね。皆さん練習前必ずエネルギーないと走れないから。いや、じゃあ皆さんじゃなくて、よしき君の今のもタイミングちょっとものすごい悪くてやっぱりその飲んでから20分30分かかるので、できれば走る前30分前には飲んでもらいたい。だから10キロ走るんですけど、まあ言うて40分ぐらい終わるということは、今飲んだらラストの終盤3キロはちょっとサービス効いてきます。それを狙って今反面教師にしてみんな、これをダメだからね。アミノ酸の吸収がまあ20分から30分って言われてるんで、本当は練習の30分前に取るようにしましょう。説得力のかけらもない。よかった、酒本さんいて。あ、いいよ、全然、はい、振ってくれていいよ。あ、本当ですか。うん、なんかもう動画が面白くなるようにしてくれたらいい。あ、OK です。ああ、裏側動画が面白くなるようにって言ってもらってるじゃない。これとかどんなんこういうとこが一番面白いだろ、一番チャンネルは。式が やる気ないなぁ、今日3分50で行きましょう、ちゃんかいな。4分前後でちょっとお願いしますみたいな言われてますよね、今で。ちょっと上がり基調なるからな、いつも。でもめっちゃ綺麗に行くで、4分ありがとうございます。だって、キロ4は僕ジョグですから。ジョグっすもんね。行きますね。はい、お願いします。外行ってらっしゃい。さあ、始まりました。この感じがめちゃくちゃ久しぶり見たの。マジで僕も半年ぶりです。皆さんと一緒、視聴者の皆さんと一緒。まあでも水曜日にね、毎週質の高い練習してるので、まあ、そこでつなぎ止めてる感じもあるんですけど、竹本さんと吉木が並ぶ姿もいいですね。でもしっかりね、皆さん吉木分かりますか、この腰高でしっかり走れてるので、まあ、そこはしっかりキープしてほしいなというところあります。ただこなせるか分かんない。まだわかんない。暑い。暑いね。確かに暑い。今日は暑い。日陰だと涼しいんだけどな、日当たるとめっちゃ暑いんですよね。湿度も高いからムシムシしてる感じあるので、多分シールとすぐ汗ガーってかくような、あんまコンディションはそこまで良くない。でも風がそこまでないのはありがたいですね。さあ、どのような展開になっていくのか。でもめっちゃ綺麗に行くで、4分。ありがとうございます。だってキロ4は僕ジョグですから。ジョグっすもんね。あれ、よしきめっちゃ怒りますよ、そういうの。よしき今怒ってる。今からねテヘペロ出てたね、今完全に。よしき良かったんじゃない、ちょっときついなって思ったら52でみたいな。この段階で4分だったら思ってたね、良かった、10秒早くて。よしきはマジでマジモードです。よしきマジモードです。8、ナイスペースです。何、2秒早い。何つった今。完璧って言ってね。完璧、うん、完璧でね。一つ一つ自信をつけていきましょう。はい、いい言葉で、ね、ありがとうございます。さあ、もうゆうしきは喋れません。トップに。おお、素晴らしい。いいっすね、素晴らしい。よし、マジです、マジです。僕はね、分かるんですよ、あの話しかけんなって顔してますね、今。もう絶対お前今話しかけても俺何も言えないから、もうやめろよっていう顔してますね。さあ、4キロ58。喋ったこなそう、しっかり。7キロ行こうと勝負はここじゃない、ここじゃない、ここじゃない。酒本さん、トラックレースとかあんまりられてないんですか。トラックは実はめちゃくちゃ得意だと思う、はい。なんか実績とかあります。8分56、3000。いや、40歳で8分56。いや、もともとサッカーやってたんで、はいはいはい、関係の方が強いですね。そっちのスタミナとスピードがちょっと苦というか。そう、あ、サッカー部の中では酒本さん速い方だったんですか。 1500m は学年で中学校の時1やったんです。4分42。おお、早い。中学高校と大阪市以内1位の中学校。はいはいはい。まあ、でも僕はあの A チーム入ったことなくて、サブで、はい、ラスト5分とか10分しか出してもらわれへんし、はい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 。まあ、その悔しさをやっぱこうバネに今何でも頑張る。かっけえ。学生時代こうできなかったことをこう社会人になって冷静にやってやるってめちゃくちゃいいことですよね、それをバネにしてやるって。僕もその反動は自分の今の活動もあるかなって思ってるんで、はい。道徳の時間、道徳の時間や、これみんな。酒本さんの活動を見て感化されてる方もかなり多いと思いますので、皆さんぜひ酒本さんの活動もぜひチェックしてください。よしさん、一回も話しかけない方がいいやと。お願いします。59、素晴らしい、ナイスペース。残り2キロ行って、そっからビルドアップ。さあ、始まってきた、頑張れ。さあ、間もなく6キロ地点ですね、中盤に差し掛かってきてます。58、完璧。さあ、集中していきましょう。さあ、こっからが勝負です。こっからよ。
いくつでしょう。5ジャッジ。さあここからビルドアップ徐々にしていきましょう。さあここでしっかり耐えて練習まとめていきましょう。さあこのきついところで頑張る、これがこの練習の狙いになってますから、ここでしっかりヨシキが出し切り、まあ、オールアウト手前ぐらいまで来てもらえればいいかな。休まないでいこう、休まないで。ああ、いいっすねいいっすね、そのいい、それいい、そのリズムいいっすよ、そのリズムいい、ヨシキさん。あ、いいね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 、あ、いいじゃん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 。4分から45まで上げていきます。きついけど体振らない、頑張れ頑張れ。ラスト2キロいけるぞ、今体振んないと。体振らない振らない、足の軌道とリズムはめっちゃいいよ。ヨシキさん、ヨシキはね、動けてる時はこういうビルドアップ系は結構得意なんですよね。練習のなんだ負荷としてもすごくいいし、そのヨシキの得意分野であるそのビルドアップ系の内容としてもすごくいいかなと、なんかこう客観的に思います。なんとなくね、全部大事なんだよ練習。みんなサボるなサボるな、あー偉い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 、サボってないね、偉い偉い偉い。はい、残り2キロ3分41秒、素晴らしい。この2キロはどんぐらい上げますか？30ペースまで上げる予定。335、いい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 い、上に逃がすな上に逃がすな、潰せ潰せ、そう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 、潰せ潰せ潰し走れ、そう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 、上に行かない、ポンポコしない、ポンポコしない。酒本さん強い酒本さんはフォームがね一切変わってません、すごい安定してます、ずっと安定したところで。よしき、ここやぞ、ここここここ、もう最後って言ってもいいぐらい、ここ我慢しよう、我慢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 、よし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 、いいぞ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 、マジでいいぞ。踏んでプッシュプッシュ、あの背中を追ってついてついて、サボらないサボらない、サボっちゃいけない、ここは一瞬もサボっちゃいけない、いけいけいけ、頭振らない頭振らない、ホームキープ、お前ならできる、頑張ってるのわかるけどサボらない、ついてついて、まさかの追いつき方まさかの追いつき方なことある、箱根駅伝かい。おい40切るぞ、ここ切れる切れる、あサボるなサボるな、サボってんなお前今、わかるぞ、そう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 、佐久間さんいくつでした？40だって、ほらおい佐久間さんありがとうございましたきついけどここしっかりまとめる、腰抜けてる腰抜けてる、腹筋力入れるよ、腰抜けてるぞ、そう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 、腹筋力入れる、サボらない動かす、もうちょっと頭振らない、腹筋力入れる、リズムキープ、この3つ、ゴー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 、見えるまだ見える、背中見えるまだ見える、まだ見える、見失うな見失うな、離れんな離れんな、ゴー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 、ここ我慢しよう、そう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 、いいぞ動いてきた、完全にペースアップしてる、アップしてるアップしてる、えらいえらい、そう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 、ナイスナイスナイスビルドアップ、いいぞいいぞいいぞ、そうそう40切るぞ40切るぞ、このペース上がってるのいける、いけラスト距離表示まで、先本さんゴールしてる、あラストオッケー、ナイスラー、お疲れ様、よっしゃー、オッケーナイス、お疲れ。佐久間さん、ラスト1キロいくつでした？今うおー、30切ったと、まあ、きついよね。ヨシキの時計はいくつだった？40。ナイス、いいね。で、最後全部40でまとめたのか。41、40、40、でもつけんかった、ダッシュで行こうぜ。これからの発言には信憑性あんま ないと感じる人もいると思うんですけど、佐久間さんのピッチに合わせるとある程度粘れる、うん、崩れ出すとガタガタってこう行きがちなんですけど、そういう人は本当きつくなった時にピッチを意識するといいかもしれない。きついながらも離れながらもいいものを掴んだ気はしました。うん、まあどっちも大事だから ね、はい、ね、ヨシキみたいに浮くのもしっかり大事だし、スピード出すにはでもやっぱり距離をこうしっかり走り切るっていうのはやっぱさっきもさんのような省エネの走りも大事だし、いやこういう練習大事っすね、全部大事だ全部大事だお疲れ様でした、お二人とも、ありがとうございました、ナイスランです、ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。